よいしょ。ふやけの雲を持ってきた。もう本当に暑すぎる。これもうやばい、やばいですよ。ちょっと一回、生ハムってなんであんなに美味しいの？え、今まで知らなかったの？生ハムが美味しいのは。生ハムがなんで美味しいかっていうのは、塩がついてるからだよ。生ハム私も好き。マジョさんありがとう。いやもう本当に食べるもんないに辛ラーメン食べます。もう今日はこれで終わり。これでけ。暑い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 。賞味期限ギリギリじゃないよ多分。ほら来年までも辛ラーメンをずっとずっと食べようと思ってた私の辛ラーメンをやっと食べれる。この卵は分かんない、いつまで食べる。危なー、22日だった。危ない。あ、そう、そして牛乳が今日までだから、一旦牛乳飲もう。ちょっと一旦牛乳が今日までなんで、賞味期限が。牛乳を飲みまーす。これ何これ？あ、これゴミだ。ちょ、ちょいとこ。辛いのいけるんです。ほんとに。雨まで激辛企画した時にさ、牛乳飲むと辛いのがなくなるよ、みたいな教えてくれたよね。20日までの牛乳ちょっと飲みます。飲みながら配信しよう。もったいないばあさんが来ちゃうから。暗いのもいいな。コメントちょっと読んでなかった、見えたところしか。母さんフラペチーノさんありがとう。そう、たっくん東さんありがとう。しずのま月見た？なんで？なんか、え、どういうこと？ゆいたんが写真撮ってたよ。綺麗。かんちゃんありがとう。会いたい。このまま会いたい。山下さん、今回のカバーありがとう。辛ラーメンもうね、もう食べたい。もう我慢できない。この気持ちは忘れられない。なので、辛ラーメンも作ります、私は。本当に。我慢してたら逆に太るからね。私の鍋が映ってしまう。ちょっと恥ずかしいから鍋隠す、隠して、こうやって。 OK。 こんばんは、西川さんありがとう。昼も食べてない。え、食べたよ、パスタとか。ノピありがとう。ちょっとうるさいね。まあ、なんか火が燃えてきました。ノピありがとう。金魚コーラ、コーラ飲みたい。で今日は我慢、牛乳で。そう、牛乳が今日までだから。2日前かかのように人は早い。そうだよ、うちにしては早いけど偉くない？しっかりこれね、辛ラーメン用に食べ、あの買ってきてたんだけど、この卵をね。かなりしては早い。かなりいつも守ってるよ、賞味期限で。あの、そして、あの、何を話そうとしたっけ。あの、それで、あの、あの辛ラーメンを何の話した、忘れちゃった。マピナピさんありがとう。彼女生まれ前暑くても何を、え、そう知ってるよ。年々地球温暖化が続いてるのは知ってますわよ。味わい牛乳安いやつ、おい言うな一番安いけど一番美味しいです。スポイト練乳、うわ懐かしい。牛乳飲んで胃に膜を張る、そう、これね、1億人バズレの激辛企画で学んだこと。ちょっと怖いですね。箸はこちら、田舎の木造箸です。これどこのか当てた人プレゼントします。キチンさんありがとう。ラーメンの具は卵のみですか？え、自分卵だけ。あの、チーズとかやっちゃうとなんかね、あのチーズの味しちゃうからね。チーズだから。25日昼フル、あ、嬉しい、昼公演待ってる。そう、びっくりのことがありました。何かっていうと、あの8月25日のブルーライブ広島のうちらぶち最高ジャケ一部ね、自在スチール、あ、じゃない、うちだ、あのうちらぶち最高ジャケあるじゃん、
あの 2.5×3 のライブが25日の一部が完売したんですよ。すごくないですか。ラーメン作りながら話そう。嬉しくない？めっちゃ。なんであと2部しか残ってなくて、一般は2部しか残ってないので、あの本当にそんぐらい、2部ももうあとちょっとらしくて、そう2部もだからもうこのもうあとちょっとらしいですので、早めに本当に来たいなって思ってる人は早めにやった方がいいです。あ、告知動画見た。あ、これ NMB さんの T シャツ。好きだもしない心の片隅に手がかつかない。確かになんかちょっと隠しいい T シャツ、いいシャツ着てる。そう、これ NMB さんのやつなんですよ。恥ずかしい鍋って、なんかちょっとなんか鍋っぽい鍋。心が綺麗な人で月を見るんやな。私なんて道の石しか見てへん。それはあの下を向いてるからだよ。人生は上を向いて歩こう。上を向いて歩こう。料理配信するとママが心配しちゃう、心配性だからママが心配しちゃうんだよ。涙あっかこぼれ。結婚式がいっぱい来てる。なんかパチパチ言ってて怖い。何もうやめて。ここに、ここに、これ、このせいだ。ちょっと怖いですね、料理やっぱ。なんで恥ずかしい。そう、なぜが恥ずかしがって。からし太鼓さんありがとう。タコ嬉しい。やっほー。カレー、あ、カレーじゃない。辛ラーメン。お話から買いまし、やったー、嬉しい、嬉しい。話したいことあるから。嬉しい。かなちゃんポスト嬉しい、ありがとう。からし大根さん、ぼんちさんありがとう。鍋映っちゃダメなの。じゃなんか鍋がさ、なんか鍋が映りたくないって。私の鍋だから、私の鍋の意見を採用する。ぼんちさんありがとう。暑いよね。タンタン金魚ありがとう。あ、ダイソー、なんでわかった。ダイソーです、こちらプレゼントしません。25日の公演一番完売。そう、びっくりだよね。スプーン好きや、ブブー。じゃあもう一個問題出します。これはどこのお、どこで、どこのお皿でしょう。まあ、買ったのは知らんけど、どこのお皿でしょうクイズ。そう、鍋から直に食べる展開。そんなことしたらファンが減っちゃうから、本当はそうしたいかもしれないけど。もう楽しそう、そうそう、めっちゃ楽しみだよ。こんばんは。身分もね。東野さん結婚してありがとう。でもさ、でもなんか辛ラーメン、私辛ラーメンしか作れないんだ。こんな辛ラーメンしか作れないけど、いいんですか本当にいいんですか。辛ラーメンを美味しく作ることはできるよ。東野さんやっほー。ピースピースさとしさん、安野さんやっほー。そう、ハッシュタグで次世代スティーで拡散お願いします。拡散希望です。拡散有望、将来有望、井出かなうの将来有望。今日テンションがおかしくて、なんか知らないけど、なんかめっちゃテンションがおかしいんですよ今日。なんか本当に大丈夫かなってぐらいテンションおかしいので、辛ラーメン食べます。辛ラーメン食べたらさ、世界平和だと思う。幸せになるもん。ちょっといいよ、僕しとこ怖いから。ジャバヤタありがとう。料理配信が一番の気に入りチャンス。なんでこれ、井出かなの汗だと思った方いますよね。これは汗じゃなくって、さっきちょっと顔洗ったんですよ。ちょっと顔洗ったんでちょっと濡れてる前髪が。本当に汗じゃないからね。一旦端から熱いって言って心配になる。そう、熱いんですよ鍋が。体の話入ってこない。もうママも同じ気持ち。多分ママ今どんな気持ちで見てるんだろう。ママよいしょ。あ、私辛ラーメンのなんかこのなんかおかずみたいなのあるじゃん。この火薬だ、火薬。うちさ、これ辛ラーメンとかさ、ラーメンとかさ、全て火薬っていうじゃん。なんか花火の火薬だと思ってた。同じもんだと思ってた。へえ、花火の中にはこんなものがいっぱい入ってるんだって思ってたら、火薬っていう言葉にもいろんなものがあるんだね。
っていうのを大人としたこと。これも入れよう。好き嫌いしてるわけじゃないんですけど、めっちゃ入ってたら美味しいものがあるんですけど、ちょっとね、あ、これ椎茸だけ入れてきます。椎茸だけ入れます。あ、ほら、椎茸わかりますか？ちっちゃいやつを入れてきます。これはちょっと食べる。うちさ、めっちゃみんなにびっくりされるんだけどさ、ラーメンとかでさ、なんか野菜とかあるじゃないですか。野菜とかさ、こう火薬系とかさ、なんかもやし以外嫌なんだよね。ジェルさん、ありがとう。綺麗な鍋だよ。だって私が洗ってるんだもん。かなちゃんのお皿のうち。ブブー、日本のお皿ブブー。100均100均めっちゃ使うよ、自分。日本のお皿正解だけど、ブブー。ヨルさん、ヤッホー。ティファニー、ちょっと頭変える。レベルが違った。実はこのグラスティファニーなんです。ごめん、嘘、100均ですけど。ローソンでシールで交換してくれそう。違うわ、それ実家使ってるよ。あのさ、リラックマのさ、やつでしょ、お皿でしょ。実家が使ってますね。100均のお皿違う。これはびっくりドンキーのお皿なんですよ。あのファンの方がびっくりドンキー、うちがびっくりドンキー好きって言ったら、ファンの方が送ってくれたんです、このお皿。幸せすぎる。うのぴ結婚しないよ。だって暑いもん、今日という日は。なんでこんなに暑いの。そしてなんか卵がうまく割れなかったし、ちょっと蓋します。ジルスチャートに食器売ってるんだ。3食ラーメン、うわ、わかる。からし大根さん結婚しないよ。よし、だってこんな暑くて汗かいちゃったもん。そしてあとはなんか牛乳が賞味期限切れちゃったしね。だからテンションおかしいの、いつものこと。あ、そうなんだよ、いつもテンションおかしい。今日特におかしい。今日なんか一発芸じゃなくて、なんか一発芸を30回ぐらいレッスン上でやった。どんだけ滑ってもなんか痛くも痒くもないぐらい、なんか謎テンションで一生なんか一発芸やってた。恥ずかしい、本当に。何やってんの、汗じゃない、暑いテンションだから。いつもだよ。バリア、皆さんはバリアこっち派か、こっち派どっちですか。ここあるよね。ウェンさん、ありがとう。そう、なんかさ、この前レッスン上で話になったんだけどさ、まあ、地域によってそういうの違うよねってなって、なんかさ、背の順前の人、自分の地域はこうやってたの。一番背の順前の人こうなって、後ろの人がこうやってやっていくので、前の人こうだったのね。それを話したら、何これってサッチーに言われて、サッチーとかに話したら、サッチーとかはなんかこれらしい、なんかだからこっちの広島とかの地域の人はなんかこれなんじゃないみたいな。ユイナはなんかこれもあったしこれもあったって言ってたから、中間だからこれもあるんじゃないって話になって、なんか地域によって違うものってこのようにたくさんあって、なんかいいよねって思いました。別にいいよねとは思ってないけど、あ、ちょっとやばい、100均じゃないよこれ。火薬にご飯に火薬入ってると思ってた。え、だよね、火薬怖いよね。花火の火薬、そう。あと、そろそろいいや。あ、やばい、卵固まっちゃった。こうじゃない。めっちゃうち辛ラーメン美味しく作ることができるのが特技なんです。だから頑張る。ちょっとスリッパで転んじゃった。ないな。たまたまさん、花火ありがとう。おばかな、え、おばさん、もやしのみ、しなめがやげて、確かに椎茸が小さすぎて。そう、椎茸大好き。ラーメンって割り箸とつながった。ラーメンの、え、どういうこと。わ、え、ラーメンが美味しいのは割り箸ってこと。キャベツと塊にいらない、もやしとか嫌とか。え、そう、過激派虹郎主義者。そうだよ、もう もやししかいらんない、ラーメンは。もやしと椎茸、しいたけとかまいたけとか山たけとかなんかさんたけとかなんか知らんけどさ、そういうのが分かんないんだよね。うちなんかキノコの形してたら全部しいたけだと思ってる。もうなんか分かんない。え、白菜なんだっけそれ。白菜か、白菜ラーメンはいらないです。白菜ラーメン作るから、うちのリラックマのやつ私の実家で。え、待って、
リラックマのやつ、うちの実家めっちゃあるよ。なんかラーメン食べるときいつもそのリラックマのこのお、なんていうの、あのラーメンのお皿だもん。マジでおもろい。全国共通。サラダにやつさん、花火ありがとう。火薬って書くんやな。そう、火薬らしい。怖いわ。プレゼントセンスいい。もう皆さんプレゼントがセンス良くて嬉しい。リラックマとかうちも使って、やばい、おもろい。卵の殻入った？うん、入ってない。さすがにそれはできますよ。たまたこさん、あとありがとう。かな、今のかなうちゃんでも好きで、ありがとう。結婚しての彼氏が暑いか眠いかのどちらかになってきた。いやいやいや、なってないですよ。あ、鍋が見えちゃうから、ちょっとこっちにしよう。鍋見えない。私は本当に誰よりも美味しい辛ラーメンを作るのが得意なんです。本当に。よいしょ。完成。井出かなが作った世界一美味しいラーメン、辛ラーメン。じゃじゃーん。あ、やばい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 、100均が。よいしょ。つつーん。どうやって見せたらいいんだ。あ、やばい。いろいろキッチンが見える。つまり美味しいよってこと。ほら、あ、こぼれる。見えた？ちょっと熱いから冷ましておきます。踊りすぎて脳、そう、本当に脳にダメージ。バリアは罰派？引っ越し、あ、そう、バリア。私はウルトラマンです。あ、待って、そういえばもうスマホ充電ないんだった。危な危な。あ、やばい、スマホ充電ないんですよ。ちょっとやばい、やばいですね。静岡と同じ、え、そう、静岡と同じ。ちょっと一回部屋行こうか。大阪腰の方やった。え、一緒だん、静岡と。なんなんだよ、静岡パターン。え、どこ出身、平手おじさん。東京とかでしょ。うち平手おじさんの出身わかるわ。東京だわ。どうしよう。ちょっと充電器こっち側にして、ここに置いて、ここで配信しよう。よいしょ。ん、なんか置けるかな、これ。そして。あっ！危な危な。これにしよう。やっぱり。よいしょ。たべっ子動物ランドで買ったやつ。こんな感じ。リップとか入れてる。泥系と軽泥？軽泥でしょ。やばいやばいやばい、ちょっと吸い込まれた。タオタオさん、花火ありがとう。袋麺を袋つぶ。え、そうなの？絶対嘘、絶対嘘。麺になんかちょっと吸わせた方が絶対美味しいですよ、ほんと。広島腰の方。え、どこも腰じゃん。なんだよ。辛ラーメン食べます。バリア、これ、うちもこれ、これとかいるよね。しめじ？しめじはアプリですか？ちょっとなんか不安定。こうしよう。あ、ちょっとこれでなんかちょっと顔が見えなくなった。マッシュルーム、わかんない。飛びつかないです。小鍋欲しい、鍋欲しい。マッピラピさん、ありがとう。レインボースター、かなちゃん、結婚してくれる、結婚してくれる人欲しいなのかな。え、みんな結婚、あ、ねえ、なんで？だってみんな結婚してくれるって言ってさ、その後違う人が投げたらさ、いいよってみんなに言ってるんだよ。本当にいいのそれ？どんなシール？うちの鍋でし、やばい、恥ずかしいよ。値札、値札じゃないよあれ。なんかあれ剥がせないんだよね、見えない。インスタントラーメン作れるのとか、インスタントラーメン作るの得意、特技。辛ラーメンだよ。寝る前に充電忘れないで。ありがとう。例のベッド、ベッド？8割画角です。そうです。あ、でも8割いるか、いるわ。電化製品のプレゼント OK な芸能人と iPad がたくさん届いて。え、それ怖い？怖くないか、あんまり。いいですね、 iPad 届くの。食事でラーメン作ってくれて、ドヤ顔したから。え、ラーメン作るのってさ、そう、難しいことですからね。本当にみんな簡単だと思ってるでしょ。めっちゃ難しいからね、ラーメン作るのって。アウトカメラ塞いでないよね。え、でもね、大丈夫、ウロン茶、ウロン茶立てかけてあるから。
保ってないよ。出身は愛知ないよ。うわ惜しい、東京惜しい。え、今東京にいるってこと？どこにいるの？テレビ初めて見た。本当？そんな大きくないよ。でも将来お金持ちになったら、もうなんかでっかいでっかいでっかいテレビを買います。知らんけど40インチぐらい知らんけど全然わからないけど、そういうなんかなんとかインチとか。辛ラーメンめっちゃ美味しいよ。トムトムさん、レモンさん、ありがとう。辛ラーメン何分でやった？え、でも本当にめっちゃ茹でると美味しい。もう汁がなくなるぐらい茹でると美味しい。引っ越すのにもう広島か静岡に行くかどうです。仕事で引っ越すのに広島か静岡か。それはなんか相談乗ってあげるよ。じゃあなんか、え、なんかどういう条件がいいみたいな。もし人が、ちょ待って、なんかこれなんか静岡って人がさ穏やかじゃん。なんか人が穏やかで、なんかノロマでもいいなら、ノロマとかなんか結構なんか優しい人が多いから、なんか平和な世界で生きたいなら、いやどっちも平和ですけど、なんて言うんだろう、なんか静岡ってなんかさ、なんかあるよね、なんかトロイトロイって言ってなんか違うけどさ、静岡ってなんか言われるよね、なんか人が優しい。いやでも広島も優しいんだよな。よく分かった分かった、よく大阪とか九州に行きたいなら広島にでいいと思うけど、東京とかに行きたいなら、用事があることが多いならと静岡の方がいいよってアドバイスする。児童が集合するとき、やーって声出す。おもろ、怖すぎでしょ、集団でやーってきた。トムトムさん、ありがとう。初辛ラーメンかなちゃん手作り、え、いつかね。トムトムさん、ハタありがとう。ティームさん、せまにありがとう。だるまありがとう。ウルトラマン必殺技スペース光線だからめっちゃ攻撃なんだえ、そうなのこれえ、これバリアじゃないの何なの、意味わからない。今一番気になってるかなちゃんだ、絶対結婚しようね。それみんなに言ってるでしょ、みんなに言ってるでしょ。昨日なんかカナは騙されちゃダメだよって言われたから、騙されてることに気づいた。みんなに言ってるでしょ、ご飯食べてなくてもカナちゃんの愛情だけで。それみんなに言ってるでしょ、お花見えたでしょ。ラーメン作るの難しくないよ。今カナの家の前にいます。アリ、もしかしてアリ、アリですか。この間のルームツアーかなんか変わってるんで。変わってない、本当何も変わってない気がする。インスタントラーメンでも上手な人が作ると本気で美味しいの不思議ですよ。私、そうなんです、私が作るとめっちゃ美味しいんです、辛ラーメン。だから私は料理が得意なんです。プロジェクター、なんかプロジェクターいいなと思うけど、どうなんだろうね、プロジェクターわかんない、なんか何がいいのかとかわかんないよね、全然。なんかプロジェクターね、でもなんか家族家、今度なんかテレビじゃなくてプロジェクターにするらしい、噂によると。汁がなくなる。実感テレビもっと大きいの。実感テレビ大きいですよ。実感テレビ大きくて、でもなんかなんだっけ、引っ越すに渡ってみたいな、渡ってなんかプロジェクターに変えるって言ってた。かなうママならテレビが届く配信、懐かしい。懐かしい。テレビ台 4K テレビ、あ、もう本当に待って待って。あ、でもなんかひいおじいちゃんが、なんか謎になんかひいおじいちゃんが大量になんか物を買ってくれる時があるんですよ、たまにね。それでなんかね、なんかテレビ買ってもらった気がする。 4K 入れ汁、おい入れ金具だよ。トロイ、そうトロイ、トロイ静岡県、なんかトロイトロイ全体泊まれる時の時、123やーっていう、やばやばって言っちゃった。いやおもろ、全体泊まれ12じゃない広島。なんかさ、なんか黙想の時間とかなかった、黙祷黙想、なんかちょっと分かんないけど目閉じる時間なかった。広島は住むにいい場所ですか。広島にも死者が出来ない、なんかまださ静岡と広島にしか住んだことないから分かんないんですけど、うちは別になんか静岡と結構似てて住みやすいなって思いました。広島に住んでなんか静岡に似てるんだよね、なんか分かんないけど。あとなんかな、あ、なんだろう広島、なんかどっかちょっと出かけたいなって時に出かける場所があるのがいいですね。
あとちょっとなんかちょうどいい都会感があって、都会もあるし田舎もあってめっちゃいいです。確かに広島いいと思う。なんだろうね、でもどうなんだろう。でも静岡に似ててめっちゃ自分は好き。静岡とかそういうのが好きなら好きだと思う。かなちゃんとらいと思う。そかなせっかちスパイスはプテラくらい。何プテラって。私もねせっかちなんだよね。こういうこと言っといて、なるみさんやっほー言ってないから、かなちゃんだけで早く食べないと麺伸びる。あ、忘れてた。あるあるファスやっほーかな。 DD もバレた。かなちゃんのやっぱ気になってるのは本当です。うわっ、バレたって言ったことは認めたってことですね。もう許さないです。えい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 。大きなテレビで見ると映画も迫力わかる。なんかさ、テレビが新しくなった時めっちゃなんかうちらテンション上がっちゃって、それがでもテレビが変わったのが、妹がめっちゃちっちゃい時にメルちゃんボーンってやったらなんかぶつかってテレビが割れて、それで新しくなったんですよテレビがね。まあその時第2弾テレビ、うちが生まれてきてからの第2弾テレビ、うちが小2ぐらいの時、めっちゃ嬉しくて。それが妹はもう幼稚園とかもう幼稚園以下だから、なんかめっちゃテンション上がっちゃって、なんか夜になんかリカちゃんのテレビ、なんかリカちゃんの DVD があって、自分の家にリカちゃんかな、確かリカちゃんだった、リカちゃんの DVD があって、その DVD を入れて、なんか妹の部屋暗くして、妹まだ幼稚園以下ぐらい、幼稚園ぐらいだったんだけど、なんかお姉ちゃんの勉強机の椅子があったんだけど、それになんか妹を座らせて、なんかドレス着させて毛布かけさせて、なんか横でうちらが飲み物とか持ってて、なんかそうめっちゃそんな記憶ある。そうやってなんかテレビが新しくなったことが嬉しくて、妹になんか女王になってもらって一緒にリカちゃん見た。意味わかんないよね、めっちゃ意味わかんないよ考えたら。かなちゃんにしかエコンギフト投げてませんよ、絶対嘘。実家お金持ちじゃないよ別に。でも普通に、お金ないわけでもないよ。普通にあのここまで育ててくれたんで普通にありがとうございます。普通にありがとうございます。ちょっとよくわかんない。普通にないわけじゃないと思う。ひろさん金魚ありがとう。金魚辛ラーメンの麺を伸ばしてから食べるタイプ。そうなんです。テレビだけ怪我しながら来る、懐かしい。ゆで消セレブじゃないですよ別に。ふちさんあたありがとう。だからマグロのトロ好きなのか。トロ5000円のプロジェクターで割と満足してる。そう、なんかプロジェクターいいらしい。なんか、なんかこの間静岡行った時に、なんかママの妹が誕生日で、なんかプレゼントを、なんかママの弟からもらってたんだよね、多分、プロジェクターをもらってて、なんか結構高いプロジェクターって言ってて、なんかそしたらかなうのなんかライブの鑑賞会みたいなのが始まってめっちゃ恥ずかしかった思い出ある。プロジェクターいいよね。正直切実だけが取り柄で信用できます。かなうが切実です。なんか動きがおかしい。ちょっと待って。あ、ごめん。今手振ったのは、画面の動きを見てる。これ充電できてないかもしれないか。遅れてますか？やっほー。一人の先生のうちのジャーでも、木曽文庫取れると。なんかさ、なんか思い出すわ。木曽、なんか文化祭の時に黙想って言ってみんな目つぶったのに、なんか中学3年生のうち、その時当時中1で、なんか一番権力ないじゃん中1って。で中3の一番権力強い先輩がこのみんな黙想してる静かの時に、なんかあつ森ってなんか大きい声で言ったんです。それがめっちゃおもろくて今でもなんか音も記憶に残ってる。静岡県民は取ると思わないけど、トロいとは思わないけど、静岡県の何とはなくても心広いと思う。そう、静岡県民心広いんです。本当に静岡県民のこともっと褒めてください。私が喜びます。でもなんかあんま、そもそも自分がめっちゃ思うのは、なんか自分その望みが止まらないこと知らなかったし、東京の方しか行かないから、なんか東京の方別に行けるやつあるじゃん普通に新幹線で。なんかそんな、なんか大阪の方行かなかったからかな自分が。何回か行った感想、引っ越したては楽しい、遊ぶとこ嫌いで嘘が来そう。
広島？でもそれさ、どこもそうじゃない？うちどこもそうだと思う。なんか東京とかだったらまあいいかもしれない。でも東京とかだったらさ、逆に人多くてさ、家出るの嫌になるようなこともありそう。本当に広い。引っ越しは面倒。うん、面倒ね。広島だともう最近本当にも行かなくなった。あんまりラーメン早く食べないと。それな、めいちゃんじゃないよ、うちの妹ラーメン食べてるからちゃうみたい。ラーメン食べるとき私は配信しませんよ。だってやだもん、恥ずかしい。テレビ入れかなじゃないよ、テレビ破壊したの。崩壊か。結婚目的にかなちゃん楽しになりたい。じゃあ結婚目的にかなちゃん楽しになってみてください。危なっ。あ、そうだ、タンズボン入ってるの忘れちゃった。タンズボンじゃない、半ズボンだ。半ズボンじゃない、なんだっけ、短ズボンか。あ、やばい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 、結構伸ばしすぎちゃった。麺が、麺が伸ばしすぎちゃったよ。めっちゃ麺が伸びちゃった。やばいやばい、ちょっと足、あ、足じゃなくて音聞いてます。やばい、美味しすぎる。やばいです。世界一幸せかもしれない。涙が出てくる。かなちゃんガチで可愛い。それみんなで、みんなに言ってるでしょ。かなだけに言ってるなら嬉しい。でもやっぱ可愛いって言われると嬉しいですよね。ちょっと照れて言い訳しちゃうけど。え、広島待ってます本当に。リさんありがとう。花火疑ってないよ、カルス大根さん。そう、3姉妹育てるのもすごいことだと思う。うちもブラウン管時代ではないんだよね。リさん花火ありがとう。じゃあみんな棚のこと楽しいって言ってるから、棚の配信終わった後ちょっと覗いてみよう。メンバーの配信最近見てなかったけど。よろみさん、あとありがとう。みんなで見るのにいいね。そう、誠実。あはわぁ、おバカなんだから。バカバカ。ラーメン食べます。今日実家？結構家だよ自分の。〇〇さん花火ありがとう。プロジェクターゾンビのモノマネ映して最悪すぎる。映さないでください。美味しすぎる。熱い。黙祷？そう。両親はコンサートは、なんか、うちら最後の木体って言われてたやつだったじゃないですか。あれに行きたいって言ってたけど、で、ママも仕事休みだったらこれそうだったけど、うちがなんか恥ずかしいから嫌だって言って。あと、滝野さんの卒コンは来たことある。それ以外来たことないよ。しかもママ今結構家族忙しいから、ママもパパもだから今回の25日も言ってない。
後悔ないし、そう不便感じない、あんまり。たけさんありがとう。花火、東京は無限にあるの？東京は一軒しかないよ。のぞみの存在知ってるよ。あ、やばい、コメント飛ばしちゃった、最悪。ああ、もうなんか押しすぎて涙出てる、涙出てくる、本当にもうやばい。もぐもぐの ASMR？ いやうちさ、なんかうち咀嚼音あんま好きくないんですよ。だから自分もなんか嫌なんだよね、聞かれるのが。うん、お腹鳴っちゃった。え、見たい？どんな感じになってるか、私の辛ラーメン見してあげる。どうやって見せよう。もう汁がなくて焼きそばになってるんですけど、これがめっちゃ美味しいんです。これがね、え、それならさ、でも焼きそばの辛ラーメン買えばよくない？今気づいた。あぐらかいてないよ、正座で食べてる。あのね、あぐらはね、かいちゃいけないんだよってママに教わった。お姉さん座りだ、正座じゃない、お姉さん座りです。だから早く食べろって言ったじゃん。だってみんなと話したかったんだもん。悲しみたいな、今日は幸せです。人の足見てたら幸せ。なんか怖い、やだ。お腹空いてきたでしょ。うん、食べてるとこ見せないよ。音切る。まぼちさん、やはさん、ありがとう、たくさん食べてる。汁なしなってる。とっちゃんぼえさん、ありがとう。きよしさん結婚しないよ、だって辛ラーメンが汁吸っちゃったから。きよしさん、ありがとう。もぐもぐ立ち上がらない。じゃがいち可愛くない。あ、嬉しい。あ、間違えちゃった。あ、否定しちゃダメなんだった。インスタントラーメンで世界一だ。そう、本当にかなちゃんの配信ばかり見てる。え、嬉しい、かなさん。うん、かなちゃんタンを試行にしていただけますか。浮気したら許さないけどいいよ。今日もかなちゃんの配信しか見てない。天才じゃん、やればできる。 YK2 なんだっけ、やればできる。 DKY YYK なんだっけ、忘れちゃった。フリーライダーさん、ありがとう。花火、うん、いけるんかい。お疲れでしょうし、配信が終わったらすぐお休みな。うわっ、うわっ、お風呂入りながら見ようっと、みんなの配信。パトロール久々にやろう。最近ね、みんなの配信見る暇がなかったんだよね。結構自分の配信が楽しくて、夜までやっちゃうから、その時間がなかったから、今日は、ちょっと早めに終わって、見ようかなーなんて。配信には行かないから大丈夫。配信できない子を最近はしてる。え、最悪、そんなこと言っちゃっていいの？赤枠と欲しい。うちもちょっと分かんない。今日はヤダホノのゴールデン配信やったで。あ、でも別にうちいいよ、別に DD でもいいよ。だってうちの好きで言ってくれたらいい、その好きな人の一人に入れてくれたらいいよ。その代わりみんなが DD するな、うちをみんな大好きになって、もうたくさん浮気する、みんなが DD なら。
そう、公園だと近いからね。3期3期は最近3期はカナオと1号ぐらいしか発信してません。あ、そうなの？結構みんな発信してると思ってたら、びっくらぽん。そう、6月の僕隊、カナちゃんたくさんコメント読んでくれるからしよかった。油そば本当に。シールがない、美味しい、めっちゃ美味しいんですよ。そう、とろけるチーズのけたら美味しいと思うけど、私はチーズの味が濃くなっちゃうのが嫌だ。この辛ラーメンの美味しさを味わいたい。ひいちゃん船酔いするの大変じゃん。新富士か東京まで1時間着くの便利。え、そうそうなんです、新富士結構便利でしたよね。新富士めっちゃ便利、いいね。そう考えたら自分結構便利なところに住んでたって思いました。ちょっとお水お水お水。辛ラーメン食べるとね、お水たくさん飲みたくなるんだよね。だって辛いからね。よいしょよいしょよっこらしょ。辛いよ。ニュースありがとう。お店でご飯食べるときも食べてるとこ見られるの嫌だ。どういうことどういうこと。お店でたまたまファンの方と会っちゃったってこと。え、そう会ったことないの。お姉さん座りに弱い。なんで座り方に弱いとか強いとかあるの。一部看板ありがとう。そう、一部ね、楽しみにしててください。めちゃめちゃ私たちも力を踏ん張って入れてるので、いただきます。お姉さん座りしてる女性を見るとキュンとする。え、すごいね、なんか人間って。具がないだけにグッとない。おー、すごい。なんでそんなに可愛くないよ。シールだって柔らかくなってるから胃袋に優しそう。確かに、優しいよ。ミュート忘れてない、普通に食べてる。よかった、もしよかった。嬉しい、よかった。咀嚼音は気にすんねん、話する音は気にしてない。確かに、話する音も汚いよね、普通に。アイドルとして。これいうのはどうすればいい。鼻か、かげばいいのか。かげ？かぐ？なんていうの？鼻ってなんていうの？鼻、かぐ？かむ？かむ？そうなんだ。じゃあ宇宙、よかった。パトロールやめよう。誰も幸せになれない。確かに。私だって時間の無駄だよね。それを見つけたところで何もできないんだよ。確かに、時間の無駄だからやめた。一番できる偉い。え、そう、いで。YDK か。忙しいでパシュース。じゃあみんながそういうこと言うから、私はみんなのこと信じるよ。信じてるからね。FK が来るな。一番押してくれてる人が最近配信してくれないからここに来てるのはある。それ私都合のいい女ってこと？嘘。泣いてないよ。かなちゃん倒しは変わらない。ありがとう。みんなかなに札つけた方がいいって言われたから作ってお見送り。嬉しい。カズさん待ってるね。3期の配信の数減ってる。うちはなんか増えてる。最近楽しい。なんかいいですね。今配信モチベ高い。DD じゃないよ、僕はかなえちゃん楽しい。ありがとう。
ニーポン車内から可愛い。目するする音が鳴き声に聞こえる。私めっちゃ泣いてる人みたいじゃん。マイルドになっちゃうからね。かなちゃんと目合わせようね。3期で毎日続けるのはゆうちゃんひーちゃんメポンぐらいでしょ。そうなの。うちさひーちゃんさ毎日配信やめたって聞いたんだけど。オンライン、オンライン待ってるよ。9月のオンライン、あと自分の10代最後の10月のオンラインお話し会も待ってます。一味唐辛子やばいよ。静岡県あるある。静岡県あるあるか。うん、あるよ。あるよ。やっぱまた話しちゃった。あるよ、静岡寺あるある。富士山がある方を来たって考える。だからテストの時とか富士山あるから来たって考えれる。これ結構静岡寺あるある。静岡人あるある第2弾。可愛い人が多い。例えば井出かなうとか。クククク、嘘だよ。かなちゃんくらいで俺のことブロックしないのはさすが心の広い静岡県民でしょ。本当は最初なんかちょっとうざかってからブロックしようと思ったけど、うち優しいからやめた。でもなんかうちは別にいじられるのが慣れてるから、慣れてるっていうか、なんかもうなんか高校の時から培ったいじられキャラっていうものがあるので、全然なんかこれいじりだと思ってた。そしたら悪口だったらしい。知らなかった。三期と人気ある方な。いやいや全然です。母ちゃんありがとう。鼻をかむときもんにしないと。あ、確かに。うーんってやったらやばいもんね。ちょ、神は大阪の人嫌いって言うね。嫌いじゃないよ。おもろくていいじゃん。パリピってて。さっきボーボー鳥のサラダ。何ボーボー鳥って。感謝ありがとう。花火、あ、風船か。いや流れ星か。信じるも何も悲しみ。嬉しい。そんなこと言われたらキュンキュンしちゃう。これでバレない。うん、明日からスパートかけるね。頑張って少しでも高い順位までそう。頑張る。ありがとう。頑張る。私も今日もお昼ずっとやってた。信じてくれ、大丈夫だよ。あ、よかった。何それ。丸六おじいさん誰それ。かなちゃんが発信しなかったら今頃ショルブってやる気してる。嬉しい、よかった。マジ、うち最初さうん、また話しちゃった。最初うちショールーム結構大好きだった。あ、最初じゃない、今も好きですよ。かなと話すことない。うわ、最悪。なんで？ない。最悪じゃん、めっちゃ。あるじゃん、例えば。俺が平手おじさんだぜって言って、で、話す。例えば、じゃ好きな食べ物とか。初心者すぎる。ない。でも普通にさ、これからの人生について語ろうよ。嘘。じゃあ一緒にさ、じゃあクイズごっことかおままごととかする。聞いてください、うちの指曲がるんです。これやばくない。カリさん、あとありがとう。ありがとう。最後の文字、自分ちって、あ、自分ちっていう動画でも言っちゃってたね。自分初がチャバちゃん。何チャバちゃん。富士山で北を描く。わかるよね。うちさ、結構さ、東西南北覚えるとき、富士山で北って覚えてた。初デート、茶畑なわけないでしょ、普通に。どんだけ茶畑あると思ってるの、静岡に。
ないところもありますよ。大門さんありがとう。え、全然幸せだよ。からしたよこさんありがとう。3期で静かなメンバーはでもゆいたんとかわりかし静か、いつも静かかもかな。俺は全てのメンバーにいじっても悪口は言ったことない。うわっ、それね、それあれだ、あれあれですよ、悪口言ってないとか言って悪口言ってるタイプ。嘘、うちは別にいいけど、俺いじめてないんだよねって言っていじめてるタイプ。いじめに、あのいじめに気づかないタイプ。ダメ、泣いちゃう。そんなの美味しいな。卵ボーボーって泣く鳥、ボーボー鳥。今3期で一緒にいるメンバー、誰だろう。リアチューとかかな、ミューポンとか。ですかね。なんか結構うち精神年齢低いから、マジなんかマジ会話とかしてて、あ、マジって言っちゃった。本当に会話とかしてて、めっちゃなんか自分ガキだなってめっちゃ感じる。25日はかなちゃんがよく見える席お願いします。インドラさんありがとう。そう、これからの人生に語ろう。うちがみんなの人生占ってあげる。これからみんながどうなるか聞きたい人お話し会来てね、待ってるね。みんなの人生を占ってあげる。私占い師だから。ショールームのメンバーからもらうよ。嬉しい。力の入る時間でよかった。のっぽぱんは、あ、のっぽぱん知ってるよ。静岡県出身の女子、美女といえば、そう、井出からう、長澤まさみさん、広瀬すずさんだからね。俺のこといじってくれていいんだよ。わるしも、カタロースについてカタロース。おー、すごい。じゃあ一生さ、ダジャレを言い合う回とかしようよ、みんな、ファンの人。私強いよ。分かった分かった。じゃあプリキュアごっこでもする。したい。プリキュアごっこ大好きなんだ。かなう一番遊びの中で大好きなんだ。プリキュアごっこ、プリキュアごっこ。配信アングル、今ね、ご飯食べてるから、変えました。ここにいるんです。肘かわいい。肘が喜んでニヤニヤしちゃって恥ずかしい。だって。コメントで教えしようかなとかね。よかった。嬉しい。涙、涙。チーカハッピーセット狙う。何何何、ハッピーセット始まるの。ゆいちゃん心開いてくれたらいっぱい喋ってくれるよ。ゆいちゃん心開いたらいっぱい喋ってくれる。出入り口を、富士山側。そうなんだ。狂犬ミーポに噛まれてないよ。でもミーは配信で説明したからって言ってた。なんか、口の前に手が来ると食べたくなっちゃうのって。普通にさ、前世絶対さ、狼だよね。鼻を後ろ、街中で見つけたら後ろから誰だってやっていいよ。走って逃げるわ。大阪のリアルで狙ってあげよう。ラグで気づかなかったけど、バンバンジー、あ、そうなの。ボーボー踊りかと思った。両通さん3期生え、最初めっちゃ怖がるです。今はめっちゃ優しくて、みんなに優しくしてくれる。ニーボーに最初なんて呼ばれてた。さん付け、かなうちゃん、ずっとかなうちゃん。
全員カナを愛するということあるでしょうってなるでしょう。一気切らないえ、違うよ、本当に。本当に、みんながじゃあ結婚できるかとか、結婚できないかとか、これからカナのことを、なんかずっと好きでいるかとかを私が占うから。人生その通りに行くから。そう、カナちゃん泣かした。次の話が静岡弁で喋る。任せて。定期でじゃない。ホケラウジではよく喋ってた。そう。たくさん喋った。話が緊張しすぎて逆に。行きたくなりそう。え、なんで？え、マジで、うち緊張しなくてもいいよ。うち、たくさん喋る。知らない、辛ラーメン食べて。即興犬、ゆいたの家に行きたい。メイポーに噛まれると痛い。いや、痛くない。たまにか痛い。この前、指噛まれてめっちゃ痛かったです。メイポーのママ、かなえちゃんのこと気に入ってる。待って、めっちゃおもろいんだけど、やばい。今音消してる間に3口ぐらい食べた。叶うと幸せになれるのは本当本当だよ。博多も治ってよかった。タンタンありがとう。花火ミーポン最近反抗期だからすぐ切れてブロックする。いや、夜さんが反抗期なんですよ。それはなんかさ、辛いからコーラ持ってこよう。ちょっと待っててね。幸せを運ぶジュースなんだろう。私はコーラに何回人生を救われたか知らんけど、全然救われてないけど。うん、コーラは美味しいですね。やっぱりコーラってなんかやっぱ美味しいよね。理由は知らないけど、なんでだろう。ちょっとこっちに移動しますね。ちょっと、あー、コーラが映ってた。ちょっと、こう、どうやって話そう。ちょっと離れればいいのか。早く食べきりなさい。それなら最近お店に行くと見ても、え、わかる？自分めっちゃ緑のものに反応しちゃう。これはもう、いでかなう病ですね。かなはコメントに文句言うために無駄。ねえ、してない！してるけど、してない。って言ったらちょっとドキッてしたでしょう。そう、こうやってもうミュートした瞬間にこのクソ文句とか言うんじゃないわよって言ってます。こんばんは。ママにね、あの言葉遣いを気をつけなさいって直されたから。今ね、なんとかわよって言った。そしたら言葉遣い優しそうでしょ。ママはもうなんか根っからの静岡人で、静岡県から出たことないから言葉遣いめっちゃ厳しいって思いますね。音消してる僕たちの愚痴を言ってた。違う。結局コーラ飲む。もう大好き。コーラが大好きです。ドキドキ可愛い顔見せてな。見せません。もう隠れよう。もうコーラ大好き。依存しそう。もう本当に。コーラゼロじゃないよ。普通のコーラ。大好きコカ・コーラ。え、なんか辛ラーメン辛い時とかはコーラ飲むとあんま辛くなくなるらしいよって1億人バズの時にヒカプーさんが言ってたんです。こんばんは。ヤギさん、クロリンさん、花火ありがとう。食事にコーラ以外飲まないの？今辛いから飲んでる。水飲みたいけど辛いからコーラ飲んでる。
口痛いのちょっと私辛いの強いわけじゃないの、辛ラーメンが美味しくて好きなだけなんです。だからコーラで調和してる。ラブサートありがとう。空に上がってさんって、待って、おもろいんだけど、空に上がってさんでいいよ。これからお空に上がってさんにしよう。爪切りましょう。ネイルするんだもん。入れ金病にかかったみたい。うわっ、ツンツン。コカコーラ派か。え、コカコーラ大好き。みんなはどっち派ですか？私は全然コカコーラ派。それは配信終わってから言ってるものだと思ってる。えー、うちなんか別になんか文句とかないよ。みんなのこと好きだもん、本当に。だから本当になんか文句とかないです。だからこうやってさ、文句とかないですとか言うと余計に、あ、爪見えちゃった。余計に怪しいと思うけど、本当に私本当に言ってないですよ。みんなのこと嫌いじゃないですからね。みんなのこと嫌いじゃないから。もうみんなのこと嫌いな人とかもいるかもしれん。あ、いや、それはなんかおかしいけど、あの、間違えた。あの、なんかみんなの、なんかみんなのこと嫌いじゃないから、本当に私は。だから、私はって言ったら違うけど、私はみんなのこと嫌いじゃないから。文句とか言わないよ。そう、わしに文句言ってるんじゃないかって。そう、言ってるよ。言ってるんだよ。こそこそ。広島弁話してないな。コーラが好きなスティーメンバーがいました、知ってる？え？悲しいのやりたい病院になって助けてください。お話し会で待ってる。普通のコーラって余計のだかわかんない。え、かわかんない、美味しすぎる。でも牛乳なんかなくなったもん。飲んだ。カレーも辛口、辛口が美味しい。ちゃんと意味がある名前だから間違いないやめてくれ。あ、じゃあ空が上にあって、あ、よかった、間違いないにしよう。マルさん、ありがとう、分かってます、よかった。間違えた、違う。え裏でボロクソ言ってないよ。うちファンの悪口、ファンさんの、ファンの方の、あの、オタクさんたちの悪口言ったことない、うち。だってさ、だって、うち本当にみんなのこと嫌だと思ってないし、なんなら、STU 辞めて、もうなんか、うちが一般人に戻、あ、辞めてとか言ったら、なんかそれは悲しいけど、もし、カナオが一般人に戻ってとしたら、もうみんなと友達になりたいって思ってるぐらい、みんなのこと本当に面白いから大好きなんですよ、私。だからいつか、もうおばあちゃんだったら一緒に老人ホームでさ、仲良くしてね、行かないと。一瞬この子、え、聞こえてない？コカ・コーラ早いけど、ペプシ安いから。ペプシ！私さ、本当にさ、なんかコカ・コーラだと思わせてさ、なんかドリンクバーペプシの時あるじゃん。本当にそれ迷惑。コカ・コーラが大好き。キキコーラ。え、本当にキキコーラ任せてください。大好き。キキコーラ。ひょっとして僕のこと嫌いじゃなかったの？え？嫌いだと思ってたの？嫌いじゃないよ。さ、オタクさんたちは、そう、みんな優しいから。いや、申し訳ありません。あ、やった！明日プレゼント待ってんね。ドライヤーのモノマネしてみて。はい。照れますね。うわ。何照れてるんだよ。このように、ん？はい、その頃見ないでね。あ、そうなの？じゃあ、どうしよう。じゃあ、やっぱさ、やっぱやめた。ロジホームじゃなくて。じゃあ、うちがもし、もうなんか、路地ホームでいっか。やっぱ路地ホームで集合ね。長生きしてね。俺、嫌なこととかって言ってくれて。え、本当に大丈夫？嫌なことない。うち嫌なことあったら結構ね、言ってるもんね、みんなに。嫌なんだけど、このコメントって。だから言われてなかったら大丈夫。多分来てない人がほとんどかと。え、ダメ。ダメだよ。路地ホーム入りたくない。じゃあ近所の、あ、じゃあラジオ、え、じゃし、もし STU 辞めてとか言ったら悲しいけど、まあ、いつかは辞める日が来るの。だからみんなは、あの、気持ちがなんか本当に押し切ったって思うぐらい、あの、押しを押してください。いついなくなるか分かりませんよ。いつ辞めるか分かりませんよ、そんな人間、アイドルは。なんで、もう後悔ないように押しは押せるときに押しといた方がいいです。なんでもし自分が STU を辞めて、普通のなんか人間の世界に戻ったとしたら、じゃあラジオ体操、いや、あるじゃん、夏休みとか。それにさ、参加してくれたら、うちも多分参加するわ。そこで会おうね。わけわからないコメントしたと思って、え、おもろって思って。友達以上になりたいです。友達以上になったらどうするの？友達以上って何？友達以上ってことは。友達未満ってこと？ありがとうございます。カナの推しの皆さん、本当に、え、面白い。おしめで一般人とアイドルフォローしてくれたなと思って再デビューしてこいよ。確かに、まあ結局はね、
まあまたまたなんかアイドルやりたいなと思うんですよ。きっと好きじゃなくてもいいの、嫌いにならないってくれたら、おお素敵。コメントそう。将来老人ホームでメンバーとおったで恋愛やりで、やだー、それはやだ。なんで老人ホームでするの？え、結婚しないってこと？自分もみんなも。それ悲しいじゃん。やだよ。お世話をしつ、お世話の時にお世話、そうそう、そういう言葉。ひろしさん、花火ありがとう。今日はチョコミントの色。そう、チョコミント今日。人間の世界、そう。恋。ラジオ体操第一、第二、どっちにしようかな。でも、結構第二も好きだから第二でもいいよ。だからみんな長く一緒に、第二までやろうね、一緒に。第二から来るとかなしだよ。第一から来て第二までやろう、ね。やっぱりさ、やっほー。友達以上恋人未満どんな関係になりますか？友達以上恋人未満ってただの友達じゃん。またやばいこと言い出したの。どういうこと？やばいこと言い出し、うちはやめないですよ。うちはやめないです。やめないので、全然楽しんで押してくれていいです、私は。やめるとき言うわ。そろそろやめるわって言うわ。やめないから大丈夫でも全然。本当に、SU48 が大好きとか言った子。照れちゃう。万が一卒業しても押すから、ドンマイ。ドンマイって言わないで。ドンマイ？どういうこと？コーラ一気飲み？コーラ一気飲みしたらちょっとなんか、アイドルが出しちゃいけないものが出てきそう。ひろしさん、あとありがとう。卒業後も押せる感じならずっと、嬉しい。老人ホームに行く頃にこの世に、いてください。私が不老不死のお薬を用意してあげます。見押しでいいとダメです。やめそうな時はモバイルで見押しをファンとしては嬉しい。なんで？多分年齢的に僕の方が、やだよそんなの、こんばんは。そろそろやめるわって言った子。知らない。そろそろやめるわって言った子。じゃあうち言うわ。じゃあ、そろそろなんか、限界だわ。って言おう。嘘。そろそろなんか、やめるかも、みたいな。配信でちょっと言っとくわ。でも私はやめない。本当に、なんか怖っ。覗き込んでるみたいな。なんか本当に、でもなんか、今めっちゃ楽しいから、昇格して 2.533 とかでいろいろやってもらってるし、いろんなライブとかに出させてもらってて、楽しいから、なんか、やりたいことまだいっぱいあるし、まだ入ったばっかだし、自分そういえば。だからやめないですけど。あっぶなー。部屋が映るとこだった。勘弁してくれよ、もう。ダメだよ。そろそろやめるわって一週間。どういうこと？一週間前とかダメなの？なんで？いつならいいの？なんでって心の準備が確かに。お世話をするときお世話をメンバーが言うと反映し、いや、価値反映してると思うじゃん。でも本当に事実です、本当に。清水梨紗子さんみたいに、辞める前に要請してたし、これ、梨紗子に要請してたの？全然知らなかった。うち梨紗子辞めることしてたんです。いや、これ懐かしい話があるんです。私、梨紗子が、結構うち梨紗子と仲良かったんです。まず梨紗子と出会った時の、やばい。梨紗子と出会った時の話をします。でもね、梨紗子とね、出会ったのね、あれなんですよ。この NMB さんのオーディションで出会ってるから、アピール。オーディションで出会ってるから、ST 入る前から出会ってて、で、なんか連絡取り合ってたんですよ。連絡先交換したから。で、連絡先交換して連絡取り合ってて、そしたらなんか、わー、受かりましたってなったら、なんかリサ子いて、そう、あと、ユイタンともうちお友達だったの。NMB のオーディションで。で、ユイタンとは、普通に、ST 入る前とか遊んでたんだよ、普通に。そしたらなんか、ST 入って、なんか二人でじゃなくちゃった。なんか、ST 入ったら、二人もなんか、入る前から知ってる子がいたの。もうびっくりじゃん。で、リサ子は、結構仲良かったから、なんか、お泊まり会してたんだよ、お互いのお家にお泊まり会してて。なんかよくさ、北清水とか言われてたけど、本当に井出清水くらい結構仲良かったから、お泊まり会とかめっちゃしてて、そしたらなんか、お泊まり会してたら、なんかいきなり、なんかね、ベッドで、お泊まり会してるけど、なんかベッドは、普通にうち、一人用のベッドだから、そこの一人分用のベッドに、リサ子と二人で寝るみたいな感じだったのね、いつも。で、そしたらなんか、リサ子が、なんかいきなりなんか、うち辞めるんだよねみたいな、なんかいきなりなんか寝転がって言ってきて、もう本当にその時はなんか、一瞬時止まりました。リサ子大好きだったんで。なんで？って思って、いろいろ話聞いて。
よいしょ。いや、ちょっと音が止まってるかな。ちょっと用事があって、ちょっと用事っていうか普通に用があって、用があってクルさんからの電話だった。あ、違う。え、別にやめた話、あのメンバーの話で止まったわけじゃないよ。普通にあのめ、あのくるさんが用があってで電話来たから、それで話しただけです。これ何の話したっけ。そう、くるくるさんでした。くるくるさんからだった。そうで、何の話したか忘れちゃった。あ、でリサ子と、そうそうそう、話して、あ、もうリサが大好き、もう何話したか忘れちゃったけど、リサ子大好きって感じです。リサ子大好きだよ。選抜の話してない。リサ子の話。そうで、リサ子だです、大好きです。でも意味わかんない、もうわかんない、何の話してたっけ。で、なんかリサ子が、あ、そう、辞める時の話か。悲しい。本当に仲良かったんですよ、マジ。宮島とかめっちゃ行ったし、結構旅行も行ってるんですよ。そう、結構ね、かなえちゃんが結婚する話なんてしません。今は元気にしてる、きっとどこかで元気にしているよ。私はめっちゃ今でも全然遊んだりしますけど、仲いいので。のんびりラーメン食べてそうって思ったでしょ。事務所 NC 違うよ、配信。いや、運営からかかってないよ。え、じゃあ悪い話じゃない、これダメな話とかじゃない、別に注意じゃないです。結婚しようと思ったら止まった、ダメってことじゃないかな。ホーリーさんありがとう、金魚。そう、ピッチさん花火ありがとう。そう、くるくるさんでした。顔が美しすぎて結構、じゃあそれ結婚って、あのお互いの同意なく結婚できないですよ。リサ子の話、しんじさんとありがとう。リサのバレエ見なかった。うん、犬には言ってらっそう。だって別に仲良くなかった、そんな。リサ子はめっちゃ仲良かった。かなちゃん結婚する話してない。かなちゃんいい話もある。そう、本当にもう、もうリサ子は本当に、もうなんか今本当にめっちゃもう大好き、とりあえず大好きなんです。今も結構。今もめっちゃ遊ぶぐらい大好きなんです、リサ子は。そう、そう、リサ子のバレ、いや、めっちゃすごいでしょ、リサ子は。寝落ちしてた、え、なんで、うわ、寝落ちするぐらいうちの声が良かったってことか。辞めてからドミノ倒しで三吉がいなくなったよね。なんかやっぱさ、最初に辞めるのって結構勇気いるくない？そしたらなんかもうあとはもう辞めるレルちゃん、だからかな、わかんないけどさ、なんかね、なんか なんだろうね、どうなんだろう。でもいや、それな、本当に本当にもうなんかもうめっちゃダンスとかさ、パフォーマンスめっちゃリサ子マジでめっちゃやばすごで、なんかダンスとかめっちゃ教えてもらってたから、みんな結構さ大変だよね。再婚しません、最初からいなかったのさ、のさってなってるから忘れた。いや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 、なってないですよ全然。かなちゃんやばかった。え、かなえ、ちょ、え確かにあれ、リサ子やめるぐらいでかなうがあのなんか静岡帰った事件があったですよね。どうなんだろう。でもやめる、なんかその時は そのなんかいろいろあった一日あったじゃん、その配信でいろいろ言う なんかあった、なんかうえって泣いた一日あったじゃん、その2月ぐらいか。それは本当になんかその時の配信とか、その時のなんかこと起こったこと、なんかなんか人いるくね、え、なにこれ、え、もうやだー、貞子、あ、よかった、筋膜ローラーが映ってるだけだった。今なんかやばいもんが映ったかと思った。もう本当に怖い怖い。で、あの時は本当にもうやめたるわみたいな感じ思ってたけど、なんかやっぱさ、結構なんか感情がなんかこうなったら止まらなくなっちゃう人なんですよ。だから
落ち着いて、配信終わって落ち着いて考えてみて、でなんか寝込んで静岡帰ったら、なんかいや自分なんかまだやりたいことあったのになと思って、広島帰りたくなって帰ったやば、自由すぎて本当にすいませんでした。皆さんそんな仲良くなかったとか言わない3期生の事態特殊ね。オーションの時バレエの配信とかやった、え見たよ、知ってるよ、くるくるさん始まった、勝ち残ります、嬉しい。たけファーストペンギン、そうセカンドペンギンになろう、あなっちゃいけないけど、俺リサ子のこと好きやで、いやそれを超えるぐらいうちリサ子のこと好きなんですよ。こんばん、卒業とか多かったか苦手なのかな、めっちゃ心配だった。確かにね、結構理由があって話しづらいタイミングってあるよね。そう今回はじめ、今年アニメのね、ありがとう、それがいいやつ、そうだ、え人いるって思ったよね、うちもさ今一瞬さ、うわあもう見ちゃいけないものを見た、終わったって思いましたけど大丈夫だった。貞子テレビから出てくるよね、話やめないよ、動かないよ、活動自粛、活動自粛じゃないよ、あれあれ活動自粛じゃないですよ、活動自粛じゃない、違う、なんか静岡帰ったらなんか配信とかしちゃダメって言われたからしてなかっただけですよ、別に活動自粛したわけじゃないです、私も配信とかねしたかったけどなんかダメですって言われた、静岡帰ったんでダメですって言われて配信しなかったですね。まあでも自分がもうちょっとなんかこの世の、なんかこの世の中を生きや、なんか自分がめっちゃ生きるの上手かったら自分がこうしたと思うっていうのは結構今考えたらあるなって思う。まずカナが生きるの上手かったら配信のこと言わなかったし、こう人形とかこうやっておりゃおりゃってやったら結構気が済んでたと思うけど、今だって気が済むけど、その時結構まだ赤ちゃんだったから、だからね、赤ちゃんだったから子供だったからまだとかね、なんか生きるの下手でしたね、あそこで、あそこでもうね、またイデカの全てが崩れた、また一から頑張った、3月から、懐かしい、そんなこともあって今のイデカナがいますっていう感動秘話、別に感動じゃないけど、アメックスの感動の仕方、いやー本当にびっくりしましたね、今考え、今何回考えてもはぁって思いますね。でも結局1位になれたしよかった、カナちゃんと結婚目的なんで8月25楽しみ、結婚できるか知らないのに、その部屋いつもいるから気にしないね、本当にやだ本当にやだ、最近泣いたことあるかな、あ、ありましたね、静岡帰りたくて泣いた、でもこれがなんかね、なんか何回行ったら来るって言われてた予想の日あったじゃん、8月14みたいな、本当に嫌すぎて、その日ちょっと東京とかでお仕事とかあったんだけど、それでなんかそれでちょっといろいろあっても、なんかその実家帰りたいだけじゃなくてもいろいろあって、それでなんか泣いてた、でマネージャーさんになんかちょっと待って、いや、なんでもない、ちょっといとこから今 LINE が来て、なんか おもろい、いや衝撃なこと言われてた、なんでもない、何の話したっけ、もうこうやってさ LINE とかさ来るとさ、もうなんか頭分かんなくなっちゃう、そうメルマ X もダメだったの、あの時もかい、あ運営さん的にダメなんてこと言いそうだったから、え違う、なんか普通、あそうかな確かに、本当にうちはまだ許してないですから、なんか被害妄想とか言われたけどさ、どう考えても被害妄想じゃないだろうって今でも思うけど心の中にしまっておきます、いでかないわ、偉いね、ハチワレはオリオリしない、クッションにしよう、かなちゃんでも辛いと思うことある、えあるよ、辛いって思うことあるよ、そりゃだって人間だもん、特に何が辛いかって、ホームシックはめっちゃ辛い、ホームシック辛くて、あと何が辛い、なんか自分の性格が嫌だ、自分の性格で結構自分をなんか苦しめてるので嫌ですね、でも自分の性格好きなところもある、出遅れてないよ、おはるさん、やっほー、そのあいつと
この前の地震の時、そう本当にもう本当にだってさ、そんなさあの SNS でさ別れてたらさ、うちだってさ地震来るもう静岡帰らなきゃもう無理って思うくない？思うよね普通に。怖かっためっちゃ。どうした？え元気だよ。のぶろみさんあたりよ。え新グッズとか出るのかな？まあなんか新〇〇とかなんかそういうのなんか出るかもしれないね。なのでね、なんか2部とかね、特に来てくれたら新〇〇とかなんかさ、まあ、新グッズ、わかんない、まあわかんないけど、なんか、そういうものが出るかもしれない。からね。まあ知らんけど。だから、来た方がいい、2部。2部来た方がいいよ。今、一般受付中なんで。静岡通過しちゃったらそう泣きそうになる、あれ。いいことあった、最近いいことあったよ。いいこと？ゲームセンターでコンペイトじゃなくて、黄金、なんだっけこれ。あ、べっこ飴の箱が取れたこと。あの時嫁さんに問い合わせしてるのまだですか？言っといてください、もう本当に。しっかりしてください。みーちゃんからなら、よろしくって言っといて。みーちゃん大好き！あの時静岡からはるばる瀬戸内に来てくれていることに感謝しないとと思った。いやいや、私がみんな応援してくれてありがとうという感謝をしてるんですよ。ホームシックまだする？え？めっちゃする。え、なんかホームシックっていうかなんかさ、違う、ホームシックっていうか、あれなんか、地震来るって言われてて、うちほんとに静岡の、なんか静岡の結構津波が危ないって言われてるところだから、富士市って結構。まあ、静岡がそもそもやばいって言われてるじゃないですか、地震とか。だから、それで騒がれてたから、めっちゃ帰りたかった。だから別に普段はホームシックしないですよ。ホームシックになったら電話するもん、まに。かなちゃんの性格、自分は嫌いじゃないよ。ちょっと嬉しいじゃん。ありがとうございます。静岡行った時また静岡出発するの寂しくなる。え、そう、なんかさ、でも最近ね、亡くなったかも。なんか楽しいことを経過して帰ると、そういう気持ちがなくなるんで、例えば帰りユニバ寄ったりとかするとね。あと5年やめないよ。こんばん、地震軍で受験入れる方がいいと思ってる。え、違うんですよ。家族がいるじゃん、静岡に。だから、ダメ。落ち込んでいるときはどうしますか？落ち込んでいるときは泣きます。落ち込んでいるときね、泣きます。だって泣いたら気分晴れるもん。え、わかんない。なんかさ、結構さ、それぞれなんかストレス発散の仕方ってあると思う、みんな。自分は、泣くから、泣くことがストレス発散だから、なんか、例えばなんか、もやもやしてるなとか思ったら、寝る前泣けばなんかもう朝起きたらなんか何も全部忘れてる。それが叫ぶの人もいれば、なんか、人形を殴るとか、あとなんか怒鳴り散らかすとか、人に最悪すぎる。富士市って公表してる。自分富士市って公表してるよ。1億人バズで公表したよ。自分ね、そう、富士市なんですよね。かなちゃんの物語でこれがどうなるか予想ができないから面白いんです。シンデレラストーリーなんてつまんないわ。シンデレラ大好きだけど。シンデレラストーリーってめっちゃおもろいやん。一直線に進むやつはなんていうの？公園でかなちゃん見る。嬉しい！そんなこと言われたかな。もう僕隊でみんなに会えたことが嬉しい。あなり地震来るって言われたら不安になる。ほんとに不安になります。あんな地震騒がれてたら私はもう本当にもう終わりだと思いました、あの時は。かなちゃんは嫌なことは何日か引きずる？なんか寝たら忘れるタイプかもしんない。寝たら忘れるタイプだけど、本当に相当結構、なんか心にぐさっと刺さることを言われたりとかされたりしたら、なんか結構引きずるかも。でも大体寝たら忘れます、大型だもん。後ろにテレビ見せてるの。女の子の涙っていいよね、いい？聞かれた。どういうこと？女の子の涙？いいです。サイダー館の時に富士市の学校給食でって言った時初公開。そう、あの富士市の学校の給食でサイダー館っていう、富士市、私静岡県富士市出身なんですけど、めっちゃ富士山が綺麗なところ、山も海もあるところってとってもいい場所なんですけど、そうサイダー館っていうね食べ物があるので、皆さんぜひ作ってみてください。ちょっと炊いてみ。泣けないよ今は。
不安にさせないお的なポストだからね。やだ本当に。こんばん、お台場在住だったので生活圏は沼津までした。結構さ、お台場じゃなくてた御殿場の人ってさ、沼津来るくない？なんで？私には分からない。御殿場に住んでないから。確かに沼津、なんかうちの友達も結構お台場、御殿場の人がいるんだけど、沼津行ってるイメージあった。でも自分は富士市だから沼津にも行くし、静岡にも行くし、御殿場にもアウトレットとか行くって感じだった。あの T シャツはこれなんだろう、レッスン着かな。レッスン着ですね。たくましくなったよ。それって体型ってこと？ドリアン飴もらった。なんと私ドリアン飴、くるくるにドリアンの超臭い飴を3期生のみんなに配らされたんだね。そう、私はね、なんか私はなんか普通にちょっとゴミ捨て行こうと思って、レッスン場のなんか中間のところ、レッスン場と控室をつなぐ道みたいなところがあるんですけど、そこにゴミ箱があるからそこに行こうと思ったら、なんかあのマネージャーさんたちがなんか話してて、マネージャーさんとかくるくるさんとか 2.5 期生さんが何だろうと思って、そしたらなんかいきなり、なんかこの辺なんか変な匂いしないって言われたから、なんか確かになんか中庭みたいな匂いしますねみたいな、なんか中庭とか幼稚園のなんか匂いがしますって言ったら、なんかこの飴食べてみんなやばいんだよねみたいな事情説明されてます。あ、そうなんだってなって、これ3期生みんなに分けてよって言われたから、じゃあ私がね、あのみんなに悪魔のようにこうやって飴を配りました。これチョコの美味しい味するらしいよ、喉が潤うらしいよっていう謎の嘘の情報流して、みんなに食べるのを促したんです。なんで私は食べてません。よかった。でも匂い嗅いだんですよ。なんか匂い嗅いだけど、なんかめっちゃなんかメルちゃんとかなんか人形のなんか匂いした。くるくるさん、今飴の話してる、めっちゃおもろい。海が恋しい、サイダー缶第3弾作ろう。そう、サイダー缶作ろうかな。今度配信でさ、ゆでかなの故郷の給食のサイダー缶というメニューを作るね。めっちゃ美味しいんですよ。だってなんかサイダーの味がするから。くるくるさんがドリアンもらってないんですよ。私は分けたんですよ。うまく固まらせるのが難しい。わかる。でも作った時めっちゃなんか食べちゃう、バクバク。ラブライブあるからやな。沼津ね、ラブライブ、なんかお姉ちゃんラブライブ好きだったからめっちゃ言ってたよ。やばい、倒れそうじゃん。こんなの絶対倒れるじゃん。いや、御殿場から東に行っても山しかないからね。箱根とかのところ静岡全然わかんない。じゃあ静岡に行きたい。でも静岡観光めっちゃいいので、静岡に行きたいって思ったら、あの熱海とかに来てください。今日ピロアポさんの X が流れてきて、リンちゃんさんのやつが流れてきて、熱海のやつが流れてきて、あのなんかもうなんか私が幸せな気持ちになった勝手に。ゆでちゃん楽しそうだから、嬉しい。お話しか、やったー、待ってるね。今お話し会受付中だから待ってます。やった、うちおもろいよ。あ、今なんかおもろいって自分で言ったらなんかおもろくないから、おもろくないよ。高木さん結婚しないよ。だって辛ラーメン食べちゃったもん、もう今日作戦立てた。そう、この間足の子の海賊さん、箱根らへんの、それ思い出あるんですよ。まず思い出があるんですけど、なんかジージとか、なんかテルちゃんとか、なんか私近所の人のこと、おばあちゃん、なんかほぼおばあちゃんみたいな感じで、めっちゃ仲いいんですけど、だからその人たちが、テルちゃんとジージが連れてってくれたんです。思い出の場所。ドリアの匂いめっちゃなんか、悪い。違うんです！ 2.5 期さんに回されたんです、私。回しもんです。本当に。あのね、ちょっと3期に行ってきて、これみんなに配ってきて、美味しいチョコって言えばみんな食べるからって、だから私はねこうやって行ったんです。演技派1億人なんて言うんですか、景色、あ、1億バズの縄跳びしたところは、どこだっけ、 あれは狩金公園かな、静岡県富士市の狩金公園。
皆さん、なんかまだ今初めて私を知ってくださった方とか、あのアベマ TV でなんかちょっと前まで放送してた1億人 SC フォーテッドの1億人バゼンっていう番組があるので、それ見てください。そしたら面白いと思います。暇つぶしに仕掛け人ですよ。悪い子だな。こんばんは。配信サイダー缶つい作ろうかな。くるくるの射程です。くるくるさんのサイダー缶ソフト美味しかったよ。え、何それ、どこにあるの。サイダー缶作り配信しようかな。テレビで昼なんですやつが富士山の付近に雲ができると雨が降るらしい。そうなの。え、いつ昼なんですテレビでさ富士山のことやってたの、見たかった。ピースピースヤッホワールドホーさん、静岡といえば静岡駅で静岡、え、新幹線車中泊、え、どういうこと、そんなことできるの。ニューアカオ行きたい。え、健康ランドはスルは健康ランドはね、めっちゃいいよ。私よく行きます。静岡行った時行くので、ちょっと皆さん来ないでくださいね。気象の旅行は旅行行きたい。箱根、え、だよね、箱根だよね、箱根乗ったことあるよ。そこ御殿場か東山、箱根はないね、わかんない。静岡は昔伊豆志摩だとバナワニ道シャボテン公園、シャボテン公園大好き。そしてあのグランパル公園は CP のイルミネーションデートスポットなんで、CP じゃない人は心のメンタル的にも行かない方がいいかもしれませんね。そして CP の人はぜひあのグランパル公園行ってみてください。伊豆のめっちゃイルミネーションすごいです。ニューオカベって静岡、何それ、ニューオカベ、え、何それ、ホテルニューアカオ、熱海にいつか行ってみる、おすすめ。静岡に旅行来たら待ってます。自衛官の練習場どこに、自衛隊、将来女優になる、そう、私が女優になる日、え、私が女優になる日とかなんか懐かしくない、あのオーディション番組、自分受けたんだよね、あれ。仮替えの公園駐車場がないのよね、確かに結構ね、草むらに止めるよね、みんな。結婚してぬるっと言って言われたと思って言わなかった、ふん、言わないよ、ゼリー作ってた方が良かった、あ、それ私だよ、加工に加工してやだ、待って、恥ずかしいから、やっぱ見なくていいよ、まだ見れるん、え、見れないのかな。ホテルニューオカベ、え、何それ、ホテルニューアカオならわかる、今日やってた、うわ、見ればよかった。25日カナダも楽しみ、なんかもう全部が楽しいですね。今何時なんでしょうか。辛ラーメンがもう、うわ、こんな辛ラーメンが、ちょっと大丈夫これ本当に、ちょっとして、時間見ます、一旦。うわ、時間見れない、見れた。マミーさんとちょっと先会えてない？わかんない、わからない。
はあ、もうお腹いっぱいでもういいや。もうお腹いっぱいになっちゃった、なんか。やっぱご飯ってゆっくり食べるとお腹いっぱいでダイエットですね。塩ラーメンが好き。ごっこより普通に塩ラーメンが好き。痛い、口が痛い。そう、汁分もある。口が痛いです。さ、満腹感出るからね、もういいですね。食べいでかな、たくさん食べましたので二重丸赤ちゃんみたい。二重丸です。リモさんのヤッホー、レモさん、レモさん、ありがとう。ロッペリさん、金魚、ありがとう。伸びたラーメン食べるアイドルよ。伸びてないよ、カリガニ公園だよ。そう、仮公園。いや、マミーさんたちと最近会ったのはあれだよ、普通にさ、あの黒スにも来てくれたじゃん。じゃあ、なので会いましたよ。ロマバート2日だから足終わったらまた進めておくね。嬉しい、ありがとう。肩も早くちょっと足終わってやろうかな。吉見さん、ありがとう。花火、辛ラーメン作ってから1年だった。音、音もない、食べない、もぐもぐしてた。麺ラーメン、しょ。ライボさん、レモさん、ありがとう。ほら、余った辛ラーメンプレゼントしません。塩か静岡塩ラーメンが美味しいラーメン屋さんとあったかな。一番手が一番美味しい、麺固め食べるの美味しい。MV って一席の、で一席いいんだろう、わからない。なんなん、わかんない、取るのかな、取るのかもわからないよ。暑い、ここの辺暑い、ちょっと。ローマ使えるアイテムとかハート使い切ると、ハートって使い切るの。こんばんは、ザマミさんだし。いやいや、履歴残ってたらまだ見れるんだ。じゃあ皆さん、ザマミさんたちみたいになりたければ、あの、じゃあお笑い芸人になればいいんじゃない。履歴残って、皆さん一応パス見て、おでんと一緒になんか食べてるんだよね、なんか忘れたけど。え、何それ、お米。こんばんは、スマホスタンド使ってないよ。焼津に塩ラーメン美味しい屋さんが、焼津懐かしい。お魚のさ、なんかセリーみたいな行ったことあるよ。なんかね、なんかね、一時期ね、あのね、ね、一時期釣りにハマってた時期があってね、で、ね、釣りにハマってた時期にね、焼津のなんか釣りみたいな、焼津の魚センター行った。お笑い芸人になるとか簡単に言わないでよ。頑張れ、頑張ろう。お笑い芸人になってステイ公式おじさんいいじゃん、なれるんじゃない。応援してるね。ファンが、ファン釣り？え、違うよ。本当にお魚、お魚釣りだよ。ファン釣りは今知ってますかね。何が、が分かった、かき氷だ。おでんとかき氷食べませんよ。どういうこと？なんか皆さんは釣りしたことありますか？私は釣りした時になんか、ここのなんか指ら辺になんか、刺さって針みたいなやつが、刺さったことによって、なんかママがそっから心配性になっちゃって、そっからなんか釣りしちゃダメ、なんかあんまりしやダメって言われて、なんかママの弟がめちゃ釣りとか、なんかうちをいろんなところにお出かけに連れてってくれる人だったんだけど、内緒でね、行ったこと、よくね、連れててもらってた、釣りに。釣り堀行ったことあるよ。かなう釣りしな。そうだよ。米不足あげようか？テレビでなんか、え、嘘だよ、絶対。
はよ、なんで針が刺さるの？え、なんか餌をつけようと思ったんですよ。さえみたいな、なんか釣りの、あの釣りの棒、なんかわかんないけどに、なんか餌をつけようと思った、さえみたいな、なんだっけ、なんて言うんだっけ、さやじゃない、なんだっけ、なんかそういうやつに餌をつけようと思ったんですよ。あ、さお、惜しい、ちょっと一文字違った、さおです。さおに餌をつけようと思ったら、なんか手にぐさって刺さって痛かったです。あざとく釣ってください。やだよ、あざとくないもん。今日はいっぱい釣れた、大量だなんつって。小学校の頃自分を釣ったことある。え、ちょっと意味わかんない。ま、パパもやってた、自分の服にさ、あの針が刺す、こうやってやってさ、ついてさ、こうやってなるやつでしょ。パパもなった。そう、竿です、竿。あ、竿じゃない、竿。なんかこうやって貫通して、いてーってなってから心配性で甘えらせてもらえなかったですね。お話し会で僕を釣ってくださいってお願いして、いいよ任せて。お話し会で釣ってくださいって言われたら、カノエが本領発揮しちゃうわ。なんで皆さん、お話し会で釣られたいと思ったら、皆さん来てください、お話し会。たまには釣ってあげようかなーなんて考えたりしました。かなあちゃんに釣られたらどうしよう。うん、え、そしたらもう両思いってこと。もう意味わかんない、眠くてわかんない、何言ってるか。釣り竿、そう、釣り竿、竿、あ、そっか、竿、あ、だから竿っていうのか。確かに竿だもんね。なんか竿って言ってるとさ、なんかなんとかドッペルゲンカー現象みたいな、なんだっけ、ギシュタルト崩壊になってさ、なんか竿って何ってなってくる。ブリッコもしてくれる、お願いされたらするけど、ブリッコ嫌ですよ私。ピースピース、高木さんありがとう、星の花火、あ、じゃなくて風船。北海の顔も元気ありがとう、一回話しか言っただけ伝える、キュン。ちょっとなんかもう眠くなってきた、ちょっと配信終わりにしよう、だって眠いし、ちょっとローモバいるから、ローモバで待ってるね、あと2日頑張ろうね。えいえい、おー、13位、 TM さん、12位、11位、丸々さん、あ、え、13位、吉川さん、12位、 TM さん、11位、丸々さん、10位、たっくん、9位、かんちゃん、8位、そらがうにゃつさん、7位、おのぴ、6位、まぴなぴさん、5位、キッチンさん、4位、らやぼさん、3位、かなちゃんめめのからし太鼓さんに、とうとうさん、1位、とうのうさん、ありがとう、とうのうさん、ありがとうございました、嬉しい、ありがとう、とうのうさん。ファンに会うとき嬉しくなるから、ずっと困り得るよ。一緒に寝ない、一人で寝る、ありがとうございます。え、こちらこそありがとう、とうのうさん。え、とうのうさんは、え、りさこ推しだったの？ローアラストスパート頑張る、ラストスパン頑張るよん。明日も、明日お昼ぐらいで配信、あ、できないわ。バイバイ、おやすみ。バン。壁ドン。嘘。元りさこ、あ、そうなんだ。